アンデス共同体はアンデス地域を中心とした南アメリカ及びラテンアメリカの統括的経済開発と均衡及び自治を目的とした国家共同体である。加盟国はボリビア、コロンビア、エクアドル、ペリューの4カ国。1996年まではアンデス貿易協定やアンデスグループと呼ばれることも多かった。 1969年5月26日のカルタヘナ合意に基づいて設立され、ペリューのリマに本部がある。アンデス共同体は国際連合総会オブザーバーである。ベネズエラは2006年まで加盟国であった。また、チリは発足当初は加盟国であったが、ピノチェと軍事政権下の1976年に、脱退2006年9月20日に準加盟国として、 再参加している。加盟4カ国の総人口は約1億人、面積は379万8000平方キロメートル。2003年よりこの4カ国の国民は身分証明書の提示だけで相互に自由に行き来できるようになっている。また、これに先立って2001年6月に結ばれた協定504番によりアンデス共同体としてのパスポートが作られた。 このパスポートを持つ者は、詐称なしで加盟国間を行き来できる。うちは、加盟年。ありがとうございます。